ルームツアーしたいと思います。入ります。もう一度入ってますからね、実は。今ね、入ってすぐ左手にね、浴室がありますね。こんな感じでね、ユニットバスなんですけど、清潔な感じがしてすごくいいですよ。でね、すぐ横にベッドがあるんですけど、私想像していたベッドよりもすごく大きくて、なんか新婚旅行に来たみたいですね。一人なんですけど、寝巻きも2個あって、なんかありがとうございますっていうことを書いてあったりしますね。でね、ランプもあって、空気清浄機があって、テレビがあって、下に冷蔵庫がありますね。中身は空でした。で、アメニティというかグッズがありますね。お茶とか、コーヒーとかグラスとかですね。あとね、ここに2本水があったんで、冷蔵庫に入れちゃおうかなと思ったんですけど、よく読んだら、これは有料のものです。追加のミネラルウォーターですって書いてあったので、これは手をつけません。でね、ここにケトルもあるので、これにね、お水を入れて、沸騰させてミネラルウォーターにして飲むつもりです。でね、横にドライヤーもここにあって嬉しいですね。で、くるっと右向いたら鏡ですね。鏡があるからメイクもしやすいけど、ちょっと正面にあったら一番いいなと思ったんだけど、右に向かなくちゃいけないっていう、ちょっと、面白い作りになってます。景色の方は反対側のホテルの客室が見える感じなので、まあ、景色はありませんが、このね、ホテル一人で泊まるのはね、5日間の旅なんですけど、すっごく快適になりそうです。